毎日ポジティブ。はい、ポジティブ97位スーパーポジティブティーチャー福地でございます。さあ今日ですね、この深夜の時間帯に撮らさせていただいているんですけども、この1週間ね、ポジティブ居酒屋めちゃくちゃ忙しくてですね、もう準備等でちょっと YouTube をね、撮る時間がちょっと捻出できなかったということなので、今この時間帯に撮らさせていただいております。いやー、多分今年入ってから一番忙しい1週間だったんじゃないかなっていうぐらい、すごくね忙しいこの1週間でした。もうありがたいですね。今コロナのね感染者もまだまだね、予断を許さない中、まあそれでもね、来てくださる方、だいたい毎日新規の方はですね一組は来てくださっているような形のですね営業で、外国の方もね、ベトナム人の方、アメリカ人の方もね来てくださったりとか、本当に多種多様なね方々がこの1週間ご来店していただきました。で、やっぱこの1週間ね本当にやりきったというふうにね、今僕はすごくホッとしております。でも日付変わってね今日お休みなので、まあ、今日は実家にねちょっと帰って、でお墓参り、お盆のお墓参りちょっと行けてなかったので、お盆のお墓参りをして、でポジティブ居酒屋にね、縁のある方がですね、舞台をやるということなので、舞台の方にね、見に行きたいなと思ってます。まあ、この1週間ねすごく忙しかったし、まあ、これなんで忙しかったかって言ったら、きっとね、今自分がこのポジティブ居酒屋に使う時間が増えているので、まあ、その分でね、集中できているからこそ、まあ、少しずつね、このポジティブ居酒屋のお客さんも増えてるんじゃないかなと思います。やっぱりラーメン屋のねお仕事をしながら、収録でやりながらこのポジティブ居酒屋やってる時っていうのは本当にもう時間がキツキツすぎてですね、あの準備が終わらなかったこともすごく多くありました。なのでその反省をねしっかりと踏まえて、今月はですね、準備をしっかりとして臨んでるからこそですね、対応できるようになったんじゃないかなと思うんで、そうやって自分がね今のこの状況がうまくねできてないと思うんであれば、やっぱ修正をかけてねしっかりとできるようにやるっていうのはやっぱりポジティブなことだと思いますし、何かをね、変えない限りは今の現状というのは変わらないので、また来週もね、しっかりいい営業をして、またね今週以上に多くのお客様にね出会える、そんな最高の1週間にしていきたいなと思いますんで、今日はですね、そんなすごく忙しかった1週間のお話をさせていただきました。ということで以上、毎日パシッ、ご視聴ありがとうございました。